皆さんこんにちは、りょうたです。さあ、先日バレンタインが終わりましたけれども、皆さんチョコレートたくさんもらいましたでしょうか。またたくさんあげましたでしょうか。今日はですね、そのバレンタインにちなんだマジックを一つ考えましたので、ぜひこのブログで皆さんにご紹介したいと思います。ではご覧ください。まずここにトランプが一組あります。まあ、表側をお見せしましょう。もうすでによく混ざってます。まずこの中から1枚だけ選んでもらいましょう。もうどれでも結構ですから、好きなの1枚取ってもらいます。じゃあ仮にこれにしましょう。ダイヤの3です。ここにお客さんにサインをしてもらいます。今私のサインになりますね。ダイヤの3にサインが入りました。さあ、この一組の中にダイヤの3を入れてしまいましょう。まず半分ほどテーブルに置いて、その上にダイヤの3を乗せてもらいます。さらに残りを全部乗せます。これでもうどこに入ったかわからなくなりました。さあ、この状態で今からチョコレートを使ってこのカードを当ててみたいと思います。チョコレート持ってきましたよ。皆さん、こんなチョコレートご存知ですか？食べたことありますか？このチョコレートを今からこのトランプの中に入れたいと思います。さあ、入るところをよく見ててください。ここから入りますよ。いきます。これで入りました。もうどこにもありません。中にも入っていません。ここの中にもありません。どこに行ったかというと、このトランプの中に入りました。ちょっと探してみましょうか。これ見えますでしょうか。ここに入ってますよ。触ってみますか。見て触らせることもできます。しっかり入り込んでしまいました。このカード、今選んだカードだったらすごいと思いませんか。さあ、選んだカード何でしたって聞いて、ダイヤの3と答えますね。もちろんこのカードがダイヤの3でサインが入ってます。さあ、せっかくチョコレートで当てましたから、このチョコレートを叩いて、取り出してみましょう。もちろんもう裏側にはチョコレートはありません。もちろんこれは本物のチョコレートですから、このままプレゼントして、食べてもらうことができます。